はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソンク、今回はアクアマリンの洞窟、そろそろねアクアマリンを回収したいと思いましてリベンジになります。で、なんだろうな、クラス的なものを少し見つめ直して、まあアルベルトはローザリア術法しか変わんないんですけど、シフはちょっと城塞騎士にしてレベル2ジュエル足んないんで、でジャミルは帝国聖騎士、まあ細剣メインですね。でホークは帝国海兵にして、バーバラはクジャラート闘士3にしました。まあ一応こんな編成で、まあ、クラスと武器をね多少合わせた感じになります。でやっぱりね3は欲しいね。シフトホークがまだ2なんでちょっと EP がきつい。あと大型犬がなんかねいいのがない、なんか強い武器がなくて、ちょっとシフは考え物ですね、どうするか。でまあ最初はゴーストシップ通常でいいでしょう。で強心剣だって4使うもん、ローザリアサーベルで。大地の剣、変幻自在、変幻自在がマジで強い。でフォークもちょっと微妙なんだよね、だからEP 消費が激しすぎる。てかいいのがない、技がホークブレードでいいや。で藤娘は 3P とかな、 3P でもね結構強いは強い。3回攻撃ですね、変幻自在がマジでやばい、どんどんダメージ上がってるし。で最後5万件突き攻撃、おー、もはやいくつ食らうのか分かんないし、ピーと2300か、悪くない。で回復はちょっとちゃんとしておこう。ムーンライトヒル使って、で強振でいいでしょ。で変幻自在ちょっと2回使えないからためよう、高速突きでホークブレードで3ピットは5回復で5消費だから全然いける。ほら291触手100、200、300くらい食らったら全部食らうよ。スティーキングで普通強いんだよ。 C30 あ倒した。あれこいつこんな弱かったっけ。いや俺が強くなったんだ、めちゃくちゃ強くなったな俺。そうするといやまずかゴーストシップ楽勝か。もうちょっと早く来てもよかったね。そうすると結構トラウマだったからねゴーストシップ。まあ、状態以上にね弱いっていうコメントをいただいたんですけど、ちょっと状態以上を付与する技とかがなんかあんまりないんで、持ってないんで。よし、アクアマリンゲット。よし、これで324ジュエルで、アクアマリンを仮パクして、もちろん返さないです。これ仮パクして何がしたいのかっていうと、テオドールのイベントやって火の鳥がねそろそろ欲しいんですよ。最初に買っておくべきだったな、少し金を貯めてっていう状況なんで、騎士団領へ向かいます。というわけで追い原始チャット越見の間に来てます。とりあえずラファエルに話してみよう。お久しぶりです。コンスタンツの件ではお世話になりました。まあ、名誉騎士は辞退したけどね。相変わらずこいつは 何の仕事してんだかわからん。一日中ずっと突ったってさ、仕事が終わるって結構きついよね。おお、よくいらした。城の主としてはあなたを歓待せねばならないところだが、これから戦に赴くところ申し訳ないが遠慮していただきたい。それはただ事ではありませんね。事情を話していただけませんか。テオドールがおかしくなり始めたのはコンスタンツとラファエルが結婚してからだ。フラーマが守っているディスティニーストーンを騎士団に引き渡すように要求した。フラーマがそれを断ると、ついに軍を率いてバイゼルハイムに押し寄せたのだ。ほとんどの騎士は彼に従うか日和見をしている。だが私は騎士団の盾、このような無法を許すわけにはいかない。これからテオドールと一戦交えに行く。無茶です、勝ち目はありません。勝負は見えていてもやらないわけにはいかんのだ。
さすが騎士団。え、どうするんだ。勝負は見えていてもやらないわけにはいかんのだ。ねえ、そういえばミルザブールのお城に入れなくなったわよね。コンスタンツ様が裏口の鍵を持ってたりして、まあ、聞かなくてもいいんだろうけど、一応そういう話です。いた、ラファエルの私室にいるわ。よくおいでくださいました。現在の状況をご存知ですか。まあわかるよ。父が変わってしまったのは私たちの結婚式の直後でした。どう変わったんだい。以前から厳しい人でしたが、今は残酷なだけです。行動で手本を示す人でしたが、今は言葉で人を操っています。そして優しい父だったのに、今は。コンスタンツ、泣かないで。ごめんなさい。これはラファエルにも話していないことなのですが、あれは父ではないと思っています。その気持ちはわかるよ。でも違うのです。気持ちの問題ではなくて、今ミルザブールを治めているのは父ではなくて別のものだと思うのです。話をしてもそばにいても父の感じとは違うのです。どんなに人が変わっても間違えるはずがありません。つまり何者かがテオドールさんになりすましていると。そうです。そして父はもうこの世にはいないのではないかと。コンスタンツ、とにかくミルザブールへ行って確かめよう。城へは誰も入れてくれません。この鍵をお持ちください。城の抜け道に出入りするための鍵です。騎士団の鍵浮いてる。これを使ってラファエルに会いに行っていたんだね。職権乱用だな。ええ、とにかく父のことを確かめてください。そして騎士団を助けてください。それができるのはあなた様だけですわ。アルベルト様、お願いします。てか城の抜け道どこにあるんだ。ミルザブールが物々しい。この兵士もさ、ずっとこれ掲げてんの。めちゃくちゃきつい仕事だなこれ。微動だにしないで。来た時だけやればいいのに。クリスタルシティの兵士みたいに。で、抜け道はこっちっすね。今城下町のとこに出てくるんだ。え、どこだ。開いた開いた開いた。視点変更ができないかな。で、あ、地図がないんだ。テオドールがいそうなところ、いや、テオドールは今出撃してるから多分別のところか。テオドールの居場所を突き止めるっていう感じだな。モンスターいないな。オリジナル版うじゃうじゃモンスターいたのに。一個ずつ漁っていこう。あ、この中にいるのか。まあいい、邪魔者はします。ガーッ、こいつ滑るんだよな。敵がどんどん強くなるぜ。確かに。で、一応大型犬のレベルは上げたつもりなんだけど、あれ大型犬じゃないか、上げてないの。まあいいや、合わせ打ちかな。払い抜けた合わせ打ちだったらどうしてるんだろう。両方試そう。で、変幻自体打っていくもいきなりで大木でしょ。もう永遠にこっち大木だな。で、瞬速っていうよりは多分力矢の方が攻撃力は高いから、基本これでいこう。勝った。絶対こいつゴーストシップより強えよ。167とか。だから最近シフトね、フォークが弱いんだよね。最初マジシフ強かったんだけど、めちゃくちゃお世話になったけど、ちょっと多分使わせてるね、武器があんまりよろしくない。まあ、そこら辺は、おい、ガードされた。そこら辺は次回につなげるということで、まあ、確かにだいぶ勉強にはなったからね。あ、そうそうそう、で演武剣覚えたんだよな。まあ、今回単体だから、やばい。ジャミルがめちゃくちゃ主力なのに。
だけど強いな。マジか。で、まあ、あれ、モードをね、みんなアタックモードにしてるんだけど、ディフェンスモードとかにすると、リフレクトの確率が上がるみたいなんで、まあ、そういうのも、使っていきたいなと、思ってるんだけど、そうか、全部剣あれか、LP 消費か、大地の剣だから、あれを装備させよう。レイピア。お、リピア。これで決まって。いや、まだ決まらんか。強いぞ、本当に。やばい。あ、ジャミル、さすが。2回攻撃ってのはね、意外にやった。よし、倒した。つらい。上がるね、その分。なんかいいの落とさないのかな。じゃあちょっと忘れないうちに大地の剣プラスレイピア売ってないんだよね。減ったままだ。装備してないから減ったままだ。おーい、完全に後ろ取れた。これ、あ、取られてない。出番だな。演武剣、これ初手で打てる。デタラメア打つか。デタラメアの場合は境界面で行こう。アロレイン動いてほしいんだけど。いいね、演武打ち。これで一掃。いや、いいわ、このパターンマジでいい。雑魚戦はこれでいこう。じゃあちょっと、え、下から湧いて出てきた武器庫って書いてある。回収するか。鍵がかかってる。鍵開けなんて持ってる。鍵開け持ってねー。これ後で来れないのかな。今だけだったらちょっと悲しいぞ。いや、やっぱうろついてるわ、城内の敵が。テオドールの資質、これか。落っこってんだけど、ど真ん中に。この印の場所にテオドールさんが捕らえられているのか。なんでこんなど真ん中に落としてんの。邪教の廃墟。誰だこいつ、本当に落としたやつ。マジで失態すぎだろ。あ、お前か。その地図を見たからには生かしておけねえ。じゃあなんでそんなところに置いといた。強い人は戦いたくないんだけどね。とりあえずじゃあここ終われば一回寝れるはずだから。あ、っていうか全体技がねえ、ローザリアサーベル。いやマジこれ武器の見直し必要だな。演武剣も大地の剣でいこう。 LP 消費問題ないでしょ。でブレードロールはローワークスでいこう。でデタラメア、いまだにデタラメアだからな。演武打ち前。雑魚が、もう一回見れんの。もう一回見れねえわ。じゃあ出ますか。では邪教の廃墟へ行きます。敵いるな。一応ねステルスとか持ってきたんだよね。ステルス忍び足、これで。おお、あれ、ちょっと待って、また変な仕掛けがある。あ、消えた。え、どういうこと、全然わかんねえ。消えた。あ、ちょっと待って、一回止まんなきゃダメ。止まんなきゃ使えねえんだけど。で、サイコブラスト、もういいや、こいつ立ち切りで。あ、ウォーアックスの方だと大木使うんだ。あれ、そうだよね、大木1使うもんね。デタラメアからマジでアロレイン覚えてほしいんだけど。ジャンル早くてマジ助かるわ。とりあえず初手で何とかしてくれる。いいね。待って、これの、また解除になってる。待って、ステルスも、
いや、めんどくさ、これ使うの。え、どういうことだ、これ動かせないよね。お、なんか出てきて、あれ開いた。え、待って、何こいつ。招き入れられたんだけど。だからちょっと待って待って待って、ステルスとか切れてるし、ザコ戦もひたすらこれでいいや。武器が壊しそうになった時だけちょっと気をつけておかないと。いた、はい、ブラストこれで決まるでしょ。いいねいいね。ちょっとステルスただの忍び足で、宝箱いっぱいあるけど怪しいよな。大丈夫よし。お、なんか変なの手に入れた。羅刹の剣、ちょっと見よう。待って、何カテゴリーになるかだな。一番下だよね、羅刹の剣。大型剣か。あれ、大型剣ってどうやって見るんだ。一応シフに装備させて、大型剣いけるはず。攻撃力いくつだったかちょっと見てなかったの。そういえば29、あれロザリアサーベルっていくつ。24。あ、大型剣ロザリアサーベルのあれじゃん、上位版じゃん。あ、じゃあ一応装備しておいて EP 使えるもんガンガンいけんな。これだからこういっぱいあんな。罠解除失敗、爆発。待ってこいつは切れるのか。爆発したってことは何？宝箱の中身失ったのかな。しかもさ、失敗するともう問答無用で失敗か。そりゃそうだよね。タッチ100とかなんだ。最近技ばっか使ってるからな。え、爆発したってことは何？どういうこと？ジュエル、いや多分ジュエルになっちゃったんだな。ちょっと待って、ステルス忍び足意外に使い方が難しいぞ。 M だ、うちもらしか100で殺せんな。そうだ、連続バトルだったね。じゃあここはちょっとさすがにもう22か。変幻自在でいこう。倒す。硬いっていうか、幽霊系だからあんまり通らないんだな、そもそも。倒した。これ忍び足ストレス使うと結構、あっくそ、反応が早すぎるやつら。もう演武でいこう。雑魚的だったら初手の演武で処理できるから、それで処理できないやつらを。あ、いいね。なんか似たようなモンスターが多くてさ、上位版なのか下位版なのかよく分かんない。くっそ、意味でーし。あ、一番左のやつ多分強い。ってことはなんとなくだけど、1使うか使わないやつ、竜理返し使ってこう。ここ演武、いやー演武の消耗が激しいな。3本くらい欲しい、レイピア系が。これ危ない。いや、やっぱこいつだな、強いのは。あ、スイッチバック覚えた。なんか何が強いんだか本当に分かんねえ。さすがにここはコテンリーや。変幻自在長いからね、モーションが。瞬速使おう。ただし強化力だからちょっと弱いか。うわ、いっぱいいる。もうここは演武使うべきでしょう。
で、デタラメ藤娘でいくか。火力重視でいこう。いや誰も倒せねえ。しかも激しいスイング、スタンした。うわショックウェーブ、ゲッバー死んだ。アルベルトが落ちたらまずい。うわジャミルも落ちた。アルベルト遅すぎだろ。え、しかもサイコブラスト発動しなかった。ブレードロールで何とかしてくれ。いや強い強い強い、これはまずい。全滅の恐れが。舐めるで殺される、舐めて殺されるのは嫌だ。デス舐めるやばい。さらに上位版の舐めるで殺されたんだけど。いや強いわ。いや、やっとこれたっぽいな。これレッドドラゴンがいる。セーブしよう。ステルスをしてしまった。ステルスどうだ。あこれ右ある、ない。こいつもこんな狭いとこっから出れなくない、こいつの体格だと。でやることサイコブラストでしょ。で強振が多分一番強いよね。で大地の剣はもう変幻自在でしょ。でウォーアックスにしてスイッチバック、銃使わないとなんか微妙な気がするんだよな。まあ藤娘は藤娘スパローショットプラズマショットが強いんだよね。あ100ちょい、最後200届くか。届いた。900か。679火炎のブレス、どうでしょうか。ジャミルは大丈夫なはず。全然ダメだ。あれアクアマです、どうなの。向こう側できないのか。そこまで優秀で死にそうだみんな。で、まあ、ジャミルは生かしておくでしょ。強振もまあまあだしな。でそうすると古典2回で行くしかないか。次元弾とかで死なないかな。一応シフもね水を覚えさせてあるんで、アルベルト回復しておこう。あバーバラ大丈夫だ。あシフちゃんバーバラに水を覚えさせて、癒しの水214。おーいいね、なんとかかわした。アタッカーだからなこいつ。あげ2回かよ、死んだけど次元弾で死んでくれ。むしろそれはさすがにない。強振は強いね。やっぱムーンライトヒルの方がさすがに回復量は高い。うーんシークはやっておくか。じゃあうわ BP が一気になくなった。死ぬと BP がなくなるんだよね。どうすかな、アルベルト全開にしておくか。一応なんか覚えないかな。むしろ死んだ、いやこれも死んだ。噛み砕かれすぎだ、マジで回復回になってる。でもう一回炎を測れたら結構やばいよね。一応噛み砕くの狙われ要因としてホークを引き換えらしておいて、で古典だな、もう古典溜まったら古典でいこう。でなんとなく、いやでも藤娘やっぱ強いからな。プラズマショット一回打とう。あこれ炎っぽい、危険だ。あセルフバーニングか、セルフバーニング危険だな。プラズマショットでいこう。じゃあ強振剣ででも食らっちゃうね。うわ590、これ完全シールドなんだ。えちょっとそうするとなんか、あ大丈夫か、初手打てれば、うん、てかなんか防御とかでよくない。フォーク防御プラズマショット、
267か、神砕け2回来るからね。おいいね、強い。うーわー、335。これ自分回復で強振は強いからやるでしょ。え、じゃあどうする。いや、古典だな。バーバラちょっと今回一回自分を回復させよう。癒しの水で回復重要。ここに来て回復の重要性が増している。ギュー、竜の叫び。まあ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 、あ、恐怖になってる。やばい、これは。よし、癒しの水はとりあえず入ってくれた。最悪行動しない恐れがあるからな。サイコブラスト一回打っとく。打てないな、次あれが回復が。じゃあ防御しとこう。ためよ、ための回で強振はまあ打てるときに打っておいて、じゃあちょっと一回防御でフォークも防御して、でバーバラ浄化の水でジャミルだな。ジャミルが攻撃しなかったときが一番悲しいから。よし、うわ、なんか防御の意味ある。回復ダメージ減ってない気がする。1100で、アルベルトここで打てるようになる。マイナス1なんだよね、そうすると。いや、もう一回ジャミル防御しとく。変幻自在にかけよう。で、ちょっと浄化の水を自分に打とう。240だ。許さんぞ。いや、許さんとか言われてもちょっと無理なんですわ。あー、やっぱ打たなかったな、浄化の水を。バーバラ回復で大地の剣、変幻自在1足りねえ。古典2回でいくか。で、やっぱちょっと浄化で、いやー、状態上は鬱陶しい。またわけわかんない使ってきた。前衛だけか、これ食らうの。誰が死んだ。いや、死んだわけじゃないな、多分シーフがそのまま LP 減ったんだな。これでバーバラ元気でしょ。で、ジャミルがやばい。古典フォーク火力がないからな、最悪撤退の恐れがある。いや、ここはちょっともう攻撃に転じよう。297、死ぬな。よし、クラムショット1100。よし、倒した。いや、きつい。エレクトラ30ジュエル、そこそこ持ってんな。で、先へ進むのか。これなんかさ、イフリットとか倒せなさそうなんだけど。レッドドラゴンでこんだけ苦戦してるってことはイフリット無理でしょう。は、テオドールか。これ何人もいるってことか。え、これ何、向いてる方じゃダメなの。単純に向いてる方に行こう。ここ、え、テオドールさん、君は私を助けに来てくれた。あ、大丈夫だった。片付けない。状況はどうなっているのかね。今の状況はこうです。ラファエルを牢に入れた頃から私はサルインの手下に操られていたようだ。それが正気に帰ったために今度は囚われの身になったわけだ。奴らはデスティニーストーンを狙っている。すぐにバイゼルハイムへ行こう。え、この辺歩いて帰るの。あ、みんないなくなってる。じゃあバイゼルハイム、これオリジナル版だとすぐバイゼルハイム行っちゃうんだけど、自分でバイゼルハイムに行かない限りはバイゼルハイムに行かないのかな。でもテオドール今連れてるしな。ちょっと
イフリート戦めちゃくちゃ自信がないんだけど、とりあえず帰りましょう。あ、自分で動けるわ、よかったー。ちょっと一旦ミルザブールに戻って寝よう。ではいざバイゼルハイムへ。お、いきなりイベントが始まった。お前が偽物なのは分かっているぞ。陰謀もこれまでだな。ではこんな窮屈な姿をしている理由もないわけだ。で、まあ、サイコブラストやるだろう。強振のレイピアじゃなくて第一で変幻自在、まあ、やっぱスイッチバックかな。で藤娘にしてプラズマ、まあ、初手はこれでいいでしょう。まあ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 当たる感じか。あ、ちょっと待って、どういうこと。いや無理だよ。ジャミルなんで死んだ、そもそも。もう壊滅状態なんだけど。これ絶対死ぬでしょ、めっちゃ殴られるやつ。これあれか、セルフバーニングかかってんのか。やっぱ火の鳥が耐えられんわ。さてまず初手火の鳥が来るから防御をしましょうと。でジャミルは防げるんだけど、遠距離攻撃がないから終わったな。ちょっと防御、一応防御しとこう。で初手さえ当てちゃえば、なんだっけ、あれは効かないみたいなんで、セルフバーニングは剥がれるみたいなんで、これ攻撃どれくらい？全然無理だよ。全然無理なんだけど、ジャミルやっぱ効いてないね。だから、なんかね、行動順を指定して、シフを最初に攻撃させて、で、その後、一応バーバラ蘇らしとこう。でジャミルはこの後変幻自在を打てばなんとなるっていう感じらしい。スイッチバックか。一人を犠牲にする。待って、早い、さすがにこいつ。これで食らうでしょ、死ぬでしょ。一応蘇らせる。反対だったら2人回復してればなんとなるかな。さて、でもそうするとあれがいない、おとり役がいないから防御してピーピー貯める。でバーバラも癒しの水で宝器蘇らせる。どうせ一撃で死ぬんだから、これガードしてくんねえかな。あ、生きてる。あ、そっか、防御してたからか、多分。防御の効果、ちょっとあるな。ムーンライトヒールは、早い人から行動していかなきゃいけないから、シフそれなりに早いんだよね。で、その後ジャミルに攻撃させて、変幻自在。で、あと、アルベルトが、まあ、回復だな。バーバラ、バーバラどうする。プラズマショット打とう。アーサーのジャニー、いや、なんかわかんねえ、なんかわかんねえけど忍びた。よし、このパターンだな。ジャミルとバーバラがちょっとアタッカーになるっていう。バーバラは回復したいからね。
ちゃんと素早さも考えると断ち切りで、ジャミルはいや、やっぱり人間時代使いたいんだよな。でも古典でいくつで、バーバラ早いから先に動かしといて、ジャミル感じさせよう。で、アルベルトサイトブラストで行こう。で、かかと切り蓄体砲、なんか強そう。170度、光の腕。いやあ、これさ、多分あれだよね、遠距離攻撃だよね。最後バカドギリ死んでるしじゃあ今回回復回だからフォーク蘇らせるでしょ。で、防御点も使えないから防御で、バーバラはジャミルだな。いや、これどう、生き延びらんないよね。生き延びられた意外に強いな。あれ間違えた、ホーク蘇らせてねえし。ホークで防御で、火の鳥ってさ2回使ってこないよね。初手だけだよね、そう信じたい。あとブラックスマッシュで1体です。耐えられる、全開してあるから。さて、そうするとここからまた攻撃だな。ジャミルは常に全開しておこう。待って、行動順指定でシフでしょ。どうなってる、一回出て戻ろう。行動順を指定して入力のシフちょっとわかんねえ。シフジャミル、いや使えないか、まだ古典でいこう。でアルベルトじゃなくてバーバラでジャミルを回復。アルベルトはサイコブラスト、フォークはかかと切り、かかと切りでスライスを下げ、オッケー、来た火の鳥ダメだ、火の鳥2回使ってくるとあと終わるわ。無理ゲーなんだけど、サイコブラストになってすしかない。頼むぞアルベルト、いや無理だわ、強すぎるイフリート。これがミンサガのイフリートです。